って行くって言うとったやん、天一のこってりにつけるのはチャーハン派それとも白米派？白米だね。白米だよね。それは白米だわ。あれ分かれるよね。うん、うん、全然今天一食いに行けてないけどね、うん、絶妙に間に合わんのよ。稲部2時に終わったりするから車体の時間や、うん、もうここ買ったんやけど、うん、2時とかやっとこっちに戻ってくるとき、あそこ3時までやっとってくれるのありがたいんやけど、3時やと間に合わんのよ。4回時点か、うん、そう間に合わんからなかなか食いに行けんくてな、うん、まあ駐車場もないしね。そうないんだよね。あれが最大のネックだね、うん。え、あんなところにマックあったっけ？他の、あ、あるよ。昔からあるよ。あるか、うん、難しいな、ここも久々だ。久しぶりにこっちから走ったな、確かに。言うてうちも結構、伊勢湾街で抜けることが多いからな。あ、そうか。伊勢湾が高いからもう全然使ってない、ね、こっあっちにね、西三河に住んでた時も絶対、うん、基本的に使わなかったもんな。ああ高すぎる、あの名工トリトンの部分が高いね。高いけど、うちがそのやっぱあっちの方に応援とった時っていうと、豊明だいたいその拠点としてまずポンと行くのが、うん、あの岡崎に直接行くこともあったんやけど、うん、まあまあちょいちょいやったけど、うん、豊明が、うん、一つ拠点になっとって、でもう一つあのちょいちょい取ったのが東海やったんや、東海市、はいはい、そうすると、はい、伊勢湾が使うかどうかで全然時間変わってくる、ね、しかも昼間やと、うん、確かにね、運転の際やこれは多分混むし、だもんで結構使うことが多かったね。豊明は特に豊明インターからすぐやったからな、前後の方じゃなくて豊明駅の近くやったからさ、道が国道1号線沿いのとこや、懐かしいな。じゃあここのドンキに入ってたラーメン屋ってことあるかな。あれここ入ったことないからわからんわ。なくなってそうやな。ドンキの中にあるラーメン屋さんって結構どこも潰れてってるイメージがある、イメージあるね、うん、普通の桜橋にある、うん、ドンキのあの AK ラーメン屋まである桜橋、あの昔ケース電気だったあのその昔のサビ、ああ、はい、そっかあそこか、うん、あのびっくりドンキが近くにある、そうそう、うん、あそこのドンキもいかんな。ああ、そうだね。ああ、びっくりドンキには行くし、あの結局あ今ベーシックかコスモス、うん、はい、あそこの中にあるやたらモスに行っとった。あのさ、ちょうどさ抜け道にあっちの方に入って、で高千恵ってやん、うん、高千恵とかさ真下の方にさ応援に行くときにさ、あそこで寄って、ま、モス買って食べながら近鉄道路、はい、ちょ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 ろって向かっていくとちょうどいい具合で着くんさ、うん、でまだイオンのあのサンバレーの、はい、なあの綺麗になったところ、うん、あそこがなかったからさ、うん、でも近鉄道路もカラッと改修なったんやもんな、うん、あの謎の橋。そうね、もう最初知らんかったもんな、なんでああいう風になってたのか、うん、知っとるあれ理由、何か近鉄道路通るの、うん、橋、うん、あんま知らないけど、あれ結構単純な話で、うん、昔鉄道橋やったん、ああ、はい、その話なんですね、うん、だから、ね、拡張できずにね、あの狭いところだったよね、そうそうそう、あ、なんか地流で事故、うん、らしいね、いや、ダメよ、地流通らなきゃんよ、あれ、でも、
ら1号線に入らへん。1号線に入るね。それでしょ。そうだね。関係ないよ。あ、ちょっと西を行っちゃうもんね。そうだね。まして行こうとしてるのが伊田の方やから、はい、1号線より来たらもんね。うん、来た。